会話から平成30年度新たな組織体制と人員配置について知事会見を行います。よろしくお願いいたします。はい、平成30年度の新たな組織体制と人員配置について発表させてあります。お手元に関係する資料が私はしてあると思います。まず全体的な考え方でありますけれども、全庁一丸となって施策を推進する組織体制の整備、そして適材適所を配置をするということであります。まず主なる組織体制と処分の設置についてでございます。お手元資料の1から2ページをご参照ください。2020年の東京オリパラまで2年となりました。これからの成功に向けて組織横断的に取り組む体制を作るという形で、総合政策部の総合政策戦略室をですね、改装し、オリンピック・パラリンピック推進室を室長以下12名体制で拡充強化をしたいというふうに思っています。さらにこれと関係して全庁的な調整を行うという形で、総合政策部にオリンピック・パラリンピック担当理事を新設をいたします。観光部とのまた連携を密にするため、観光プロモーション課長を現国際戦略室長に兼任を総合政策参事という形でさせたいということであります。2点目が子育て支援体制の強化についてであります。子どもの貧困対策に対する施策をより円滑にするという形で、現在は教育委員会の社会教育課がメインで担当しておりますけれども、福祉保健部に、の子育て支援課に移管をし、組織体制の強化も合わせて行っていきたいというふうに考えております。3点目が、県立文化施設の連携強化に関する組織体制の充実でございます。これから条例化も見据えてですね、なお一層の文化の振興と魅力の発信という形で、美術館を中心とした来年度は連携会議というものを、美術館、博物館、考古学博物館、文学館、世界遺産センターという5館の連携を強化をするために、文化振興館を、美術館のですね、館長を兼任をさせながら、置きたいというふうに思っています。続きまして、人事配置の主な特徴についてでございます。これは総合戦略や総合計画をの成果をさらに拡大させる体制ということで、これからいただければと思います。企業管理者はお供となるように NN 局長を登用いたしました。部局長につきましては、平成29年度今年度に局長に登用した8名中6名を残留させ、新任として7名を登用いたします。また県政史上部局長では初めての女性部局長という形で、ネリン局長に地下局長を登用したいというふうに思っています。またできる限り管理職の若年齢化を図りたいという形で、本庁の総括課長査以下40代の職員をですね、登用をしています。また女性の部分の登用につきましては、各部局幹事課長であります総務政策県民生活部の男女共同参画県民生活課長、福祉保健部の総務課長、さらには農政総務課長等に女性職員を配置をいたします。昨年はですね、今年度平成29年の4月1日昨年の1年前ですが、本庁課長以上の占める女性の割合は 8.0% でありますけれども、30年度4月1日は9.2% という形で、着実に女性の登用が進められているということをご理解いただきたいというふうに思います。ぜひとも他の部局につきましてもですね、できるだけ女性を活用していきたいという形で、女性力の最大の活用というところに用いたところでございます。3点目は現場主義の一層の徹底ということであります。やはり本庁で作った計画が実際市町村の現場でどう使われるかと、活用していただけるかということが大きな鍵であります。それにおきまして、今年度から実施をしています県民センター等への所長の登用という形で、本庁のですね、幹部級重要課長級のですね、登用を今回も対応をしたところでございます。簡単ですが、組織とまた人事配置の主な特徴については私の方から以上でございます。お手元の資料をまたご参照いただければと思います。以上です。
ただいまの内容に関しまして、ご質問があればお受けしたいと思いますが、何かございますか。テレビ山梨の政治家と申します。一点、オリパーの推進室の関係なんですけども、はい、まあ、組織横断的な支援体制をということなんですが、はい、12名がですね、それぞれ、まあ、どこの部局出身というか、の人たちで集めているのかっていうのは。すみません、後ほど人事課長から説明させてください。あ、すみません。ちょっと兼任もありますんでですね、ネットの部分と、兼任をかけた部分、それぞれ部局の出身母体も違いますんで、後ほど12名の、どこからまた、今どこにいて、4月1日から10名どうなるのかというのを、後ほど人事課長が説明させます。その他何かございますか。産地新聞の方です。どうぞ。今回、業務の継続性に配慮されて、部局長86名を残留させたということなんですけども、まあ、その狙いをもう少し詳しく指示を解説明いただけますでしょうか。じゃあ2つの事例を挙げさせてもらいたいと思います。福祉保健部は今年度、医療介護計画を含めて、健康寿命の新、延伸計画という形でですね、13の、新しい政策の計画 の策定と見直しを行っています。これをどう来年度から具体化をするかということと、ご覧のとおり心のケアの総合拠点もですね、来年度からが本格的な、内容の固めと建築に取り掛かりますから、そういう意味では福祉保健部長は残留をさせました。またリニア交通局長につきましては、リニア開業まで9年という形になっておりますので、今までの JR 東海との調整、さらには JR 東のですね、利便性の向上、そして次世代の交通ネットワークの確立という形で、主要事業が、今年度、計画をしたものがですね、具体化をする必要性が、喫緊であるという形で、リニア交通局長は残留させたという形で、2つの事例でご理解いただければと思います。よろしいでしょうか。その他、ありがとうございますか。改めてオリパラ推進室なんですけれども、これ具体的な業務の内容と、その新設にあたっての期待とか、その目的みたいなところを、またすみません、改めてお願いします。はい、事前合宿、今、9市町村まで拡大をしました。これはスポーツ、オリンピック・パラリンピックの事前合宿という、スポーツにかかる部分だけではなく、経済的、文化的な交流にするという形での具体化、さらには、自転車ロードレースがですね、多分そんなに遠からず、正式な MIC ルートという形を主に期待しているところでありますが、これについては、事前前も話したように、前年の、いろんな大会のですね、準備ということを考えると、もうそう時間が残されていませんから、大きく企画部分と自転車競技の、整備という2つに大きく分けて組織を作り、改編をしてですね、それぞれの専門性を生かした職員を配置をし、これも総合政策部のオリパラ推進室だけではできませんから、県土整備部であるとか、観光部であるとか、そしてリニア交通部であるとか、いろんな関係する部局と連携をさせながら対応し、さらに市長だけではなかなか部局横断的なですね、調整がしにくかろうという形で、理事という形でですね、専任の人間を置いて、国との調整、さらには市町村との調整、部局長との調整もさせるという立て付けで、まあ、それでは理事を入れると13名体制ということだね。30を入れて、プロモーション課長を兼任させることで14名体制で対応するという形であります。その他何かございますか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、知事会を終了させていただきます。ありがとうございました。